機材のチェック OK、 フロアの清掃 OK。 よし、今日も一日お疲れ様。うんうん、この指差し確認にもだいぶ慣れたよね。君がここで働き始めてもう1年くらい経つのかな。いつもスタッフとしてサークルを助けてくれてありがとうね。それにしても最初に比べてうちもだいぶ盛況になってきたよね。これもガールズバンド時代の影響なのかな。おかげでスタッフ不足で大変だっていうのに、うちのオーナーにはマリナ君、サークルのことは君に一任しようなんて言われるし、私だって一スタッフなんですからね。もうって愚痴っちゃった、ごめんごめん。それでさ、お願いなんだけど、今週と来週特に人手不足でさ、もうちょっとだけシフト入ってもらえないかなーなんて。え、いいの？ありがとう、助かるよ。はい、これシフト表。シフト入れるところに君の名前入れといてもらえるかな。ありがとう、これだけ入ってもらえればだいぶ助かるよ。そうそう、さっき掃除してたら出てきたの。この写真見て、懐かしくない？ガールズバンドパーティーの写真、みんな楽しそうだよね。ポッピンパーティーは5バンドをまとめるためにいろいろ駆け回ってくれたっけ。かすみちゃんの行動力には本当に驚かされたよね。その行動力とみんなを巻き込む力でこの1年いろんな苦難を乗り越えてきたみたい。なんだか最近頼もしく見えるよね。アフターグローは幼なじみ5人で結成したバンドなだけあって、相変わらず結束力はすっごく固いみたいだね。最近ランちゃんは華道にも熱心に向き合っていて、最初はバンド活動に反対していたお父さんともうまくいってるみたい。アフターグローのライブによく和服の男の人が来てるでしょ。あれがランちゃんのお父さん。パステルパレットはアイドルバンドとして着実に人気と実力を上げているみたいだね。個人の活動も多くなってきてるみたいだけど、みんなはバンドとしての活動を一番大切に考えているんだって。そのくらいパスパレのみんなの中でバンドがかけがえのないものになっているってことなんだろうね。ハローハッピーワールドは変わらず世界中を笑顔にするためにバンドをやっているみたい。最初のうちはなんとなくココロちゃんの行動力に周りのみんなが巻き込まれているように見えてたけど、最近ではメンバーの一人一人が世界中を笑顔にしたいって気持ちで積極的に活動してるよね。特に美咲ちゃんが分かりやすいかな。ロゼリアの実力は相変わらずこの5バンドの中でもトップクラスだよね。初めのうちはバンドは楽しんでやるものじゃないって堅くなな感じだったけど、彼女たちにもいろいろあったのかな。今では音楽以外の絆も大切にしているみたいだね。もちろんストイックさは変わらないけれど、ゆきなちゃんやさよちゃんは特に音楽への向き合い方が変わった気がするな。これは私が見てそう感じただけじゃないと思う。といけないいけない、つい思い出話で盛り上がっちゃった。付き合ってもらっちゃったね、ごめんごめん。マリナさん、こんにちは。かすみちゃん、それにポピパのみんなもどうしたの？えへへ、富山かすみ、高校2年生になりました。で、マリナさんたちに挨拶しに行きたいってかすみが聞かなくて。すいません、忙しいのに。
かすみ、ちょっとは反省しろ。みんな進級おめでとう。どう？新しい学校生活は。はい、キラキラドキドキですっごく楽しいです。それは何より。もちろんこれからもバンドは続けるんでしょ？はい、ポピパはずっとずっと続けたいです。うん、そうだね。サークルすごい人ですね。もしかしてスタジオもういっぱいですか？かすみ、お前もしかして。うん、ちょうど30分だけ空いてるところがあるみたい。練習していく？はい、したいです。言うと思った。アリサだってそのつもりで来たくせに。 うるせえ。スタジオの使い方はわかるよね。それじゃ思いっきり練習しておいで。よっしゃ、行くぞ。また練習やライブをしたくなったときは気軽に相談してね。ありがとうございます。そういえばスタジオに置いてあったノートって何なんですか？あれは寄せ書きノートみたいなもの。最近サークルを使ってくれる人が増えてきたから、使った感想とかを書いてくれたら嬉しいなって思って。そうだったんですね。私も書いていかない？書きたい書きたい。トッピンパーティー山頂っと。おい、そんなデケージで書くなよ。私の書くスペースなくなるだろ。喧嘩しない喧嘩しない。パンダ楽しい、ウサギ大好き、おたえちゃんって感じのコメントだね。かすみ、あそこにいるのリンコ先輩とサヨ先輩じゃね？お、ほんとだ。なんだかちょっと困ってるように見えるけど、二人ともどうかしたのかな？リンコ先輩、人が多いの苦手みたいだしな。まあ私もだけど。アリサ、生徒会に入ってからリンコ先輩と仲良しだね。別に仲良しじゃねえ。いや、まあ前より仲はいいか。とにかく二人が困ってるみたいだし、声かけに行ってみようよ。
そうするか。スタジオのことで困ってたら私らは助けられないから。おーい、リンコ先輩、サヨ先輩。白金さん、どうしたんですか？ユキナさんたちをここで待たないといけないのに、人混みがすごくて。大丈夫？私がここにいますから。具合が悪くなったらサークルの中で休んでください。氷川さん、ありがとうございます。氷川さんが一緒に待っていてくれてよかった。いらっしゃったんですね。どうしたんですか、皆さん。いや、それはこっちのセリフというか、お二人困っているように見えたのでどうしたのかと。いえ、大したことではないのだけど。今日はロゼリア、皆さん一緒じゃないんですね。ええ、今井さんたちは今日完成するという私たちのフライヤーを受け取りに行ってくれているのだけれど。受け取り時間を含めてこの時間に待ち合わせで大丈夫と言っていたのですが、まだ来なくて。何かあったんですかね。印刷にトラブルがあったとか。トラブル？リンコ先輩不安そうだよ。アリサ、リンコ先輩、すみません。いえ、もしトラブルだとしたら何かしらの対処をしなければならないわ。とにかく連絡がないことには。さよー、リンコー、ごめんごめん、遅くなっちゃった。今井さん、ユキナさん、アコちゃん。集合時間を過ぎています。何かトラブルでも？何もないよ。ただこのフライヤーが思ったより重たくてごめんね。リンリン、疲れたよ。アコちゃん、皆さんお疲れ様です。ここまで運んできてくださってありがとうございます。富山さん、市ヶ谷さん。はい、リンコ先輩とサヨ先輩が困っているように、声をかけたところでした。あ、いつ見てもロゼリアのフライヤーはかっこいいですよね。クールって感じで。そうかしら、どうもありがとう。こちらをサークルに置いていただきたいのですが、中に運ぶのを手伝っていただけますか？私たちもお手伝いします。こちらのフライヤー、ここに置いて大丈夫ですか？うん、もちろんだよ。フライヤーすぐにもらわれてなくなっちゃうから助かるよ。そうなんだ。頑張って運んできてよかった。そうだ、ねえねえアコ、サークルの寄せ書きノートができたの知ってる？寄せ書きノートって？サークルを使った感想とか何か記念があったら書いたりするノートなんだって。バンド楽しい、ウサギ大好き。これ絶対タエが書いたでしょ。はい、さすがリサさん、よくわかりましたね。よかったらロゼリアのみんなもノート書いていって。何を書けば？いいじゃん、こういうのはノリだよ。
鳥と言われても、それでは。かけたわ。それじゃあ私たちはこれで。ロゼリアの皆さんっていつ見てもクールだな。ロゼリアの人たちは何を書いたんだろう。サークルにてこれからもよろしくお願いします。ヒカはさよ。真面目。いいことじゃない。みんなこれからもサークルのことよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。かすみ、そろそろ私たちも帰ろう。うん、マリナさんたちにも挨拶できてよかったです。オーナーにもよろしく伝えてください。うん、それじゃまたね。かすみちゃんたち、わざわざ挨拶に来てくれたなんて嬉しいよね。ランちゃんたちや他のみんなはどうしてるかな。話してたら顔が見たくなっちゃったな。必ず諸君らの大切なものを頂戴しよう。私はもちろん大歓迎さ。罠にかかったね、ハロハピ探偵団の諸君。いっちょやりますか。
あれ？こんなところに扉なんてあったっけ？ほんとだ。前はなかったよね。なんだろう。そうなの。実はね、新しくラウンジっていうスペースを作ったの。ラウンジ？それってどんな場所なんですか？サークルの利用者さんたちが使える休憩所って感じかな。練習後とかライブ後とかにゆっくりしてもらえたらと思って。ソファーも用意してあるからきっとくつろいでもらえると思うな。わー、気になる。マリナさん、中覗いてきてもいいですか？もちろん。サーヤちゃんも一緒にどうぞ。ありがとうございます。それじゃあ行ってみようか。明日は体育の授業か。はあ、いいな。はぐみは毎日体育あってほしいよ。まやちゃん、最近お仕事頑張ってるわね。本当ですか？そう言ってもらえて嬉しいです。私も頑張らなくっちゃって励みになるわ。スティックはだいぶ傷んできちゃったな。それじゃあ私と一緒に買いに行くか。本当？やったー。はあ。だからさっき何か食べておきなって言ったのに。おお、お腹空いてるのよくわかったね。だってお腹鳴ってたし。それじゃあ行こっか。アリサさんのお家の蔵はとても興味深いです。日本の伝統を感じます。それに居心地もすっごくいいんだよね。あーちゃん、眠いの？夜寝るのが遅かったんだ。じゃあはぐみと一緒に踊ろう。なんでそうなるんだ。あーちゃんは頭いいからすごいなって思う。急になんだよ。でもありがとう。はぐみももっとちゃんと勉強しないとな。私でよかったら勉強を教えるけど。最後の曲が始まる前に花火がドカーン。もうすっごくかっこいいと思いませんか？うるさいから必要ないわ。おや、こんなところで子猫ちゃんに会えるとはね。子猫ちゃんって私のことですか？私は子猫ちゃんって柄じゃないですけど。私から見れば誰だって子猫ちゃんさ。モカ、今日は嬉しそうだね。今日はモカちゃんの特別な日。山吹ベーカリーのポイント2倍デーだよ。
白組頑張れ。やるべきことを精査するのは当然でしょ。いやいや、緊急事態です。当然だろう。